皆さんこんにちは、りょうくです。はい、今回ですね、1ヶ月くらい前に Q10 でメガ割っていうめちゃくちゃセールしてる期間があったじゃん。で、その僕初めて Q10 のメガ割を使って買ったので、今回はこちら紹介していきます。では、キュ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 。本当に今回も絶対ゆっくり喋って、ゆっくり伝わりやすいようにいきます。てか前さ、ピントやばかったからさ、ちゃんと合わせておきます。はい、じゃあ紹介していきます。で、今回結構買ってて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11点買って、合計 24,365 円分買いました。イエーイ。で、そのさっきも言ったんですけど、僕Q10 のメガ割りを使うのが初めてで、そのいっぱい調べたら、なんか2回なんかその激安クーポンが発行、わかんないけど発行されるらしくて、2回に分けて買ったんですけど、紹介していきます。ピーン、マスクです。イエーイ。僕ほんとね、結構こんな感じでめちゃくちゃ韓国のこの KF94 っていう種類のこの形のマスクを結構見えますか？この形のマスクを結構僕使ってるんですけど、僕いつも Q10 で買ってて、その結構質問来るんですけど、このマスクはいつも Q10 で買って、なんか KF94 なんかで調べたらいっぱい出てくるんですけど、で、これが50枚で、僕が買った時は2090円でした。で、この商品名ってか、Q10 で結構商品名長いじゃん、読むんですけど、心を一つ KF94衛生高性能マスク、セール韓国製、送料無料、使い捨て、胃腸型、冬用マスク、大人用、3D、付箋粉立体マスク、PM2.5、個別包装、FDA って言ったんですけど、で、僕いつもこのマスクを Q10で買うんですけど、別になんかこのブランドがいいっていうのがなくて、まあなんかこの KF94 で調べて、まあ口コミ、ほんと、その口コミやっぱ大事っぽいよ。次はこちらです。プリーン！ラネージュネオクッショングローを買いました。これはクッションファンデーションなんですけど、僕が買った時は2804円でした。ラネージュのこのピンクじゃなくてマットの方はなんかマスクで落ちないっていうの有名だったじゃん。で、僕その別に落ちてもいいんですけど、落ちてもいいっていうか、その乾燥したくない、乾燥何、僕すぐ乾燥しちゃうから、グローの方を買いました。わお、こんな感じかわいい。プリーン、こんな感じでピンクの感じでかわいい、桜じゃん、かわいい。しかもこの詰め替えが入ってます。ちょっと塗っていきます。で、僕はその今回の購入品で、もう一個クッションファンデーション買ったので、まあ、これと比べながら使っていきます。半分で、まあ、結構なんかパフが固め、いつもと比べるとパフが固めだわ。塗りやす。え、まだめっちゃいい匂い。こんな感じです。見えますか？こんな感じ。こっちが塗って、まあ当たり前なんですけど、こっちがちょっと塗ってないんですけど、いいね。で、もう一つ買ったファンデーションはこちらです。プリーン、ブリブリオーラグロックションを買いました。僕が買った時の値段が2704円でした。で、さっきのラネージュの方の買った色が僕23番買いました。23番です。で、このブリブリの方は21番買いました。楽しみ。これも多分そのツヤ肌だったり、潤い系のやつなんですけど、プリーン、こんな感じでキラキラの感じで、おお、めっちゃ黄色なんだけど、めっちゃ黄色かわいい。ちょっとこっちの方が明るいか。当たり前では。プリーン、塗りました。こっちがラネージュで、こっちがブリブリです。こっちの方がなんか光ってる感じする。まあどっちも可愛いけどね。で、次に買ったのはこちらです。プリーン、メディヒールです。イエーイ。で、このメディヒールの30枚選べるやつで2940円でした。で、多分これが水分的なやつで、これが多分ビタミンで、これが多分なんかわかんない、色白じゃなくて美肌みたいなのあるんですけど、これ1回使って、これも1回使ったんですけど、普通にいいと思います。だからみんなもそうだと思うけど、なんかメディヒールってなんか信頼、なんかお願いしますって感じのやつだよね。マジで暑いんだけど、本当にこれ照明本当暑くて、なんか LED、 別に白熱電球とか多分じゃないんだけど、 LED なのに暑いの。次、プリーン、クリオグーダルチョンギョルトナーパッドビタミン C セラムを買ったんですけど、これは普通にトナーパッドで開けます。これもなんかよくみんなが使ってるなと思って買いました。なんかこういうのってなんかできない時、めっちゃできない時あるけど、頑張ってって感じで、頑張れ。イエーイ。次はこちらです。プリーン、 VT シカデイリーシュージングマスクです。イエーイ。これは普通にフェイスマスク、まあ多分これも結構みんな知ってる感じの有名なものなんですけど、デイリーマスクで、多分デイリーマスクで、わお、すごーい。これずっと使ってみたくて買いました。で、その僕前までそのルルルン のデイリーマスクを使ったんですけど、その箱のやつ、一番下のさ、マスクさ、めっちゃヒタヒタじゃない、その美容液、化粧水みたいな、ヒタヒタビタビタブラーっていう感じのやつなんだけど、上に持ってこいよって思わない、そのヒタヒタのやつを。だから難しいよね、あれ。次、クリオプロアイパレットミニの1番のモノモードと
ローゼーヘザー、ローゼーヘザーを買いました。で、これスキズがクリオのモデル、今モデルかな、クリオのモデルを今スキズがやってるんですけど、めっちゃいいやんと思って買って開けてみます。そう、本当にめっちゃいい感じだったから買い物2つ買っちゃいました。で、これ別々で買って、1個だけクーポン使っちゃってて、こっちが5920円で、こっちが1990円です。プリーン、これは01番のモノモードです。めっちゃこれ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。塗ります。まじ濃すぎた。プリーン、こっちが01番のモノモードを使った方です。いやいや、ちょっと汚いんですけど、すいません。こんな感じで。かわいい。スキズスキズスキズ。ブナーズブナーズミシュレン。で、こっちが02番、ロゼーヘザーを使った方です。なんか、めくっといてる。汚い、わかんない。これちょっとピンクっぽい感じ、かわいい。次、プリーン、ラネージュリップスリーピングマスクです。イェーイ、これが多分リップのケアのやつなんですけど、買ってみました。こんな感じで、これ多分すくうのかな。僕本当に結構唇がカサカサになっちゃうことが多くて、はい、本当に。買ってみました。で、このお値段は1000円です。次はこちらです。プリーン、 CNP プロポリスエンジェリアンプル。で、このお値段が1720円です。これ、そうそう、これ CN です。噂の CNP。まあ、そのみんなが使ってて買ってみたんですけど、わーお、こんな感じです。プリーン、めっちゃ光ってる。これから使います。次が、なんか待って、この髪の毛何これ。次が最後です。こちらです。プリーン、ドクタージェルとシカペアクリーム2629円です。なんか開いてたんだけど、怖い。このシカペアクリーム買ったんですけど、僕、前まで VT のやつ買ってたんですけど、ドクタージェルと買いました。これから使います。はい、というわけで今回は9点の目代わりで24,365円分買いました。どうでしょうか。まあそれめっちゃいっぱい買ったから家に届くまでめっちゃ時間かかったんですけど、よかったです。じゃあみんな、バイバーイ。てか待って、これ出稼ぎやばくない？本当に熱いんだよ。